はい、五六番へようこそということで、今回もやっていきたいと思います。 SKP 活動をやっていきたいと思います。今回はいつもと違う県民活動ではない、初めての、バスケコートに来てやってるんですけども、おっと、そんなこと言ってる間にごっちゃん決めるということでね、まあ、この試合はちょっと点数のあれをなくして解説していきたいと思います。なぜならもう僕もすでに酔っております。許してくださいませ。はい、ということでね、この動画もメンバーの人に見てもらえるのが僕はね一番嬉しいんで、いいんです、再生回数とかいいねの回数とかね、チャンネル登録数とかいいんです。メンバーの人に見てもらって自分のプレーを反省してもらえるのがこの動画の目的でございますたまたますいません、見ていただいたこのチームじゃない方からのコメントもしくはいいねもしくはチャンネル登録あったらマジでめちゃくちゃ嬉しい頃でございますけれども、ということで、始まってまいりました。ということで、上海もだいぶね、もうなんか夏の兆しが出てきまして、いつもの県民公園だとあの冷房がなくてですね、もう完全に死ぬなっていうことで、今回ちょっと違うコートを借りてみました。で右というか、トイメンになんか冷房みたいなやつありますけど、30度以上になるとこれが稼働するらしくて、で今見切れてますけども、右の方にめちゃくちゃでかい扇風機が設置されているというような状況で今回やっております。さあどうなるつうか、すいません、試合展開全く見てませんけども、まあそんなこんなでチーム活動を継続するにもコートがないとね、もうどうにもなんないんで、今コート探し結構すげえ焦ってるような SKP ですけども、でただまあ日本に比べると中国的には国営の企業さんが、まあ、公園とかね作ってるような会社が、まあ、結構バスケコート作ってるんで、まあ、県民今まで僕らがやってたところもそうなんですけども、結構バスケコートあるんですけど、マジで日本と比べるとバスケ人口が半端なさすぎて足りねえっていうねいうような今状況になっていて、何が足りねえかというと、まあ大体まあね、僕らも土日のどちらかでやろうってなってんすけど、バスケ教室が半端ないっていうか、画面がなんかガンガン揺れてますね、すいません。これね、ドリブルの練習をカメラの横で誰かがやってるんでしょうね。あ、このことか。いや、昨日、バスケ仲間が多い飲み会があって、画面が揺れてるって言われて、僕は全然分かんなかったんですけど、このことですね。そう。そんなわけで、今、コート探しに困ってる SKP でございます。全くもう試合展開分かりません。申し訳ございません。ということでね、今回は、未経験者が僕と賀喜さんしかいなかったんで、未経験者と経験者混合チームでやっております。はい、さあどうなるというか、もはや点数がよく分かっておりません、五郎でございます。今日の MC は五郎とモカちゃんでございます。モカちゃんがね、ちょっと今週末手術なんで、ちょっと僕的に今週はテンション低い感じな感じです。
おっと。で今回、五郎チームは五郎を一平ちゃん水野さん、かけさんチームはかけさんごっちゃんマイクみたいな、そんなチームでやっております。もう試合展開全く申し訳ございません、見ておりません。さあどうなる、さあどうなる。おっと、もうごっちゃんさ、ごっちゃんごっちゃんあれだね、あのスリーポインターとあとあのそうちゃんのポジションを奪いに来てる感じ。そうちゃんちょっとお前日本行ってる場合じゃない、そういちろう、そういちろう日本行ってる場合じゃないぞお前。ごっちゃんがスリーポイントも決めつつ、そうちゃん、あ、え？終わってもうたー。